パリ3区の1パリ3区の1パ,パリの3区はフランスの首都パリ市を構成する20の行政区の一つである。第三区、パリ3区とも言う。市のほぼ中央にあり、1区の北東に位置している。パリの3区は市のほぼ中央にある行政区。タンプル区と呼ばれることもある。区域は台形に近い形をしている。区の境界線の北東の角には、 レピュブリック広場がある。人口は34,248人で、20区の中では4番目に少ない。区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、遠区は、その3番目に当たることから、3区と名付けられた。3区から4区にかけての地域は、マレ地区と呼ばれ、現在ユダヤ人街として知られているが、 それまでの歴史のある貴族の館が立ち並ぶ地域である。3区には、スービーズ館、サレ館、ゲネゴー館などが現存しており、カルナバレー博物館、ピカソ美術館のように美術館や、博物館に転用されているものもある。また、フランス革命の際、国王一家が遊兵されたタンプル島があった。パリ3区の詳細地図、リュージュテンプル、タンプル通り界隈は、 かつて第一次世界大戦での労働需要で居住した中国人により中華街が今日に至るまで形成されているが現在はパリ13区トルビアック通り南側に大規模なものが形成されているちなみに日本人街は一区肉オペラオ通り及び三端通り界隈で形成されているが最近は韓国系による店が増えている三区は パリ中央部のやや北東より1区の北東の境界線に接している。セーヌ川の北の地域にある。面積は1.17平方キロメートルで20区のうちでは2区に次いで2番目に小さい。北は同じパリの行政区である10区に接し、北東の角にはレピュブリック広場がある。南はランビュー島通りや、 フランイコールブルジョア通りを境界として4区に接している。東はレピュブリック広場とバスティーユ広場を結ぶ道路を境界として11区に接し、西はセバストポル大通りを境界として1区と2区に接している。パリ3区のカルチエ小サイズパリの行政区はそれぞれ4つの地区に区分されている。三区を構成する四地区の高度と名称は 次の通りである。3区の人口は、パリが全20区になった直後の1861年には99,116人で、あったのが、約100年後の1962年には3分の2以下の62,680人となり、その後も減少を続けて1999年には34,248人となった。 20区のうちで4番目に人口が少なく、1975年以降は、パリの人口の1%台で推移している。2005年の推計では3万5100人と見積もられており、人口の回復が見込まれている。また、人口の減少とともに、人口密度も減り続けており、1999年の人口密度は、1861年の3分の1。 親やや上回る29,247人となっている。しかし、20区のうちでは5番目に人口密度が高く、パリの平均人口密度の1.2倍である。人口の推移の詳細は次の通りである。画像左は、ルイ14世によって構築されたフォンテーヌ・デュ・ベール・ボア、旧フィリップ・オーギュストの城壁に隣接した。 サンマルタン通り270-292番地に、ある旧サンマルタンイコールデイコールシャン招集動員、現在の国立工芸員の建物北西端に設けられた。王妃の館が王の館と異なる点は、このメディチ家の太陽の門の国院パリの広場は、しばしばに以上の道路が交差する場所に位置し、 中心の島を道路が周回するロータリー上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分はオベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、外線門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。3区の広場や交差点には次のようなものがある。ありがとうございます。